何十回もやり直したよ。あの一マスに入るのがめちゃめちゃ難しかったね。過去一やり直したオープニングかもしれない。はい、それじゃあ本編入っていきましょう。どうもワンキングです。今日もトロールコースの一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、ザ・ワゴンマニーコラボということで、それはワゴンのお金でコラボということでしょうか。なんとも汚い雰囲気を漂わせるトロールコースだね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 そういや最近マリオの映画見てきたんだけど、とてつもなく面白かったね。ネタバレになるからあんまり詳しいことは言えないんだけど、マリオが少しでも好きっていう方はマジで言った方がいい。そーん、死しちゃうよ。ゲイマクイモムシ、どんくらい面白かったかって言うじゃん。それを喋り出したら動画1本分じゃ僕足りないと思う。だからね、マジで見に行ってほしい。喋り出したらネタバレ的なこともポロッと出そうだから、もう映画のことはここでは喋りたいと思いません。あれで、ツイッターでさ、僕今から見に行ってくるってツイートしたのよ。そしたらリプランとか結構もらって、ピョキングさん、映画館で叫ばずにいられるんですか。僕を何だと思ってるんだ。どっかに入れませんね。じゃあ下に行くしかないのか。50コインの方は信用していいのかい。ダメです。こう見えてね、普段僕結構静かなのよ。動画からはイメージできないかもしれないけど、意外とネクラなんですよ僕。じゃあここは下行ってもダメ、上行ってもダメということは、多分ここに土管があるんじゃないの。やっぱりそうだと思ってました。そして次はカールって書いてるな。このハテナは何なんだい。ダブルシャッカな。映画館でさ、笑うの我慢するのめっちゃしんどくない。わかる。今笑ったらみんなに迷惑かけちゃうかなみたいな。だから笑いをこらえてみたいな。めっちゃ気持ち笑いになってんの。映画館でさ。そしてここは中間ポイント取れたけど、ピンコインコースってことね。左から右にどんどん攻めてみようか。なんか土管の数とかドアの数多くないか。なんだそれ。もうこっから雑談なしでいこう。雑談配信みたいになってしまったら申し訳ない。ゲームに集中していきたいと思います。あの砲台は何を出してくる。一気アップかい。ただ僕は全てをお見通せる男さ。右にダッシュすれば土管がある。ないよ。ただパワーブロックがあったよな。このパワーブロックを持って上に行く。そしてこのブラパを倒せということなんじゃない。さらには記録を取っていく。取れないね。でもオンフブロックが変わった。上と下どっちだ。下が正解だ。頼む、2分の1を合ってくれ。この打鍵じゃ。これさ、どっちでもいいんじゃない。下に行って右押し一発すればあの打鍵から逃げれそうだったよな。オッケーオッケーオッケー。上からだったら隠しブロックとかあったんかな。危ねえ。一回やらねえよ。ちょっと上から行ってみようか。気になるもんね、こっちから行ったらどうなるか。別に何もなんないのね。じゃあこっから右ダッシュしてこの場所を越えていく。そしてこの土管は入れないみたいだ。あのバネは怪しすぎる。取っていいのかい。50コインも怪しい。一旦このバネを利用して50コイン取ってみようか。頼むこっち。ドケピー。今日は50コイン信用しない方がいいみたいだ。じゃあこのバネを持っていこうか。右バネを持ってこうみたいなこと書いてるもんな。そして右か左かどっちの記録を信用しよう。左だ。問題ない。左挟まれるよ。感しかしないんだよな。頼むこっちで合ってて。なんでお前が怒ってんだ。僕がわざと2分の1外してるって思ってる方絶対いるでしょ。マジでこうなるからな。いや上に行かせろよ。ライブとかでもこんな間違い方しまくってて、待って、トロールコースってこんな感じになるんだって。じゃあここか。このキノコどれんくらい。右に周知がいるんだけど、あいつによってオンオフが変えられるんだよな。一番左に行ってみようか。こっからジャンプして取れば。いやー、なるほど、ピー風船があったのか。じゃあ上から取ってもよかったんだね。そしてこのピー風船を持って上に行け。いやこれ絶対行けないよな。バネが必要みたいだ。じゃあここにバネを置きまくりんご。そしてこのピー風船を取ってガリガリに当たってバネに乗って上に行けっていうことなんじゃない。さあ行きましょうマリー。ここでピンコインがあるっていうことか。でここはもう終わり。終わりなのかな。どうなんだろう。中間ポイントがあるね。これ取っていいのかな。下に落とされない。じゃあ一旦取ってみようか。あ、やっぱ下に落とされるな。ってことはこっからさっきの場所戻るんじゃない。ということでね、この中間ポイントを取ってこの土管の方に戻るんだけど、多分この土管に戻れば最初の場所。あー、やっぱりね。おいおいおい、今日は楽勝なんじゃねえの。たった一画面しかなかったよ、ピンコイン取るまで。そしてこの石味はどうしてくる。左に来るのか。
いや、わかんねえな。上に来る。いや、上に来るわけねえだろ。あ、何もしてこないの。右は？なんで？なんでやられたんだろうな、今。ちゃんとこうやってスピンして乗ってたよね。なんか今度は右にファイヤーを出してくれましたけど、ありがとうございます。じゃあ、あのファイヤー取りに行こう。石尾やじファイヤーを出すところまでは合ってると思う。そして上になんかあったんだけど、あ、バーがあるっぽいよ。音がカチャって言ってたもん。一番左は一番左はないのけ。ならこのままファイヤーを取って、ボム兵がいるね。ジャッキメン！で、このまま先に進んでいく。裏にドアがあるのは気にしない。あのドアはフェイクだ。この上で間違いない。そうだろ？ペッペケペーン！ならこっからリクエストに答えて、やる気なしキングで行きたいと思います。そんなリクエストありませんでしたけど、ここはボム兵の裏にドアがあるっていう感じでしたね。多分これでもう終わりっていう感じなんじゃないですか。まだあるね。一画面と思いましたけど、今度は二画面っていう感じですか。じゃあ右ダッシュしていこう。多分それで合ってるんじゃないですかね。はい、足は足。やる気なしキングの場合さ、つまんねえサミーギャグが出てくるんだよな。どうしても危ないね。魚当たるところだったよ。じゃあスピンして、あのブランコのところまで僕が行ってきます。そしてこっからじゃーん。なんか右に行けないね。ていうか振り子にならない。どうしようもねえ。右に行ける、これ頼む。バリ右にジャンプして行け。じゃあここはチビになっていけっていうことね。見た目は大人、頭脳は子供のピオキングだよ。そしてこの動画を見てる方のほとんども見た目は大人、頭脳は子供の秘書さんたち。めちゃめちゃ失礼なこと言ってないか。でも僕の動画ってね、本当に見た目は、見た目はじゃねえ、あの30歳以上の方が見てる方が多くて、ていうかこれ戻れないんじゃねえ。頼む、これが何か救世主。コインじゃねえんだよ。上にピンクコインがあったから、あれを回収しろっていうことだと思うんだけど、でこのピンクコインを回収して右下のドアに入る。多分これでいいんじゃない。で終わりみたいな。おしよしよし、なんだてめえ。いや、さっきはいなかったじゃん、ここにバブルなんてさ。じゃあこのバブルを避けて中間ポイントを取って、さっきのところまで戻ろうか。ではでは、次は3つ目のピンクコインの場所、この扉の方に行ってみましょうか。もう2つも集めたのかい、僕は。ぬる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 ちゃんだよ、このコース。じゃあオンを押した瞬間、すぐ右に行く。うるさい、もう少し静かに実況できないのか、ピオキング。コメントでもよく言われてるだろう。なんだその口。もう動くな、ピオキング。オンオフをして一旦何もしない。そしてガボンが右に行った時にゆっくりと下に降りれればいいんだ。この上絶対何か落ちてくる予感しかしねえな。どうしよう、行ってみる。もう僕は分かってるんだからね。何か落ちてくるってことか。分かってんだ。じゃあ行くなよ、あの矢印のところに。わざと引っかかってるわけじゃないんだからね。実は正解だと思ってたから、この左のブランコのとこ。じゃあここは何もしない。ドクロリフト、実は右に行くんだろ。いや違うんだって。せめてリフトに乗るぐらいせえ。何年マリオメーカーやってんだ。じゃあ乗って、僕は何もしないでいい。危ねえ。やべえ、っていうかこれもう引っかかってんのかな。いやどうだろう。いや2マスだったらいける。一発マリオ名人よ。なめるな。右ダッシュでいいのかな。右ダッシュで本当にいける。頼む、行ってくれ。いけ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 。よっしゃ。もう分かっちまえばこっちのもんなんだよ。ピッピー。じゃあここのスネを信用していいのかい。右足場がないね。あのスネを動くと思う。だから右ダッシュだ。スネよ。スネークブロックの罠があったら絶対一回は引っかかってる気がするわ。じゃあここは右ダッシュも何もしない。そしてここで右ダッシュでいいんじゃない。面白いね。スネークブロックに乗る、そして落ちてちょっと左で先に進めるっていう感じか。危ないね。またホールインワンするところだったよ、オープニングと一緒で。これさ、こっちから行くんじゃない。右隠しブロックがあんじゃねえの。そんぐらいお見通しなんだよ。そしてこのパワーブロック落としていいのかい。うわ、どうなんだろうな。上の10コインは、うわ、ダメだ。この音楽は絶対ダメだ。だからここは落とす、それでいいんだろ。ビエ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 。うまいじゃん。まさか強制的に連れて行かれるなんて思わなかったよ。じゃあ落としてすぐ右に行こうか。パスだ。ここパウ落とさなくていいんだよきっと。だから右をシェイパーしてみる。一旦右をシェイパー。あ、はいはい、これでいいのか。そしてこのピンコインを取っていく。危ないね、裏に雲があるよ。そしてこのパウは、パウは必要なかったってことかな。じゃあ一旦捨てて、うん、もうここに行く。いや下気になる。どうなんだろう。いや下行ってみる。
何が用意しとけ。もう分かった、もう分かった。ここは普通に何もしないで土管に入ればよかっただけなのか。これでもう終わりなんじゃない。今度はバブル来る。バブルはいないな。なんかいる時といない時があるよね。じゃあラストのコインのところに行こうか。意外と短いようで長いのこのコース。やり始めた時はすぐ終わるかなって思ってたんだけど、一つ一つのコインの場所のボリュームが全然違うからさ、結構やりごたえあるよこれ。そして Z と上、これ Z して踏めんの。絶対踏めねえだろ。え、このテレサ、あ、上に戻れってことか。はい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 、そういうことね。ここのボム兵なんか怪しいなって思ってたんだよな。だからここの土管を戻ることによって、あのボム兵が壊れて先に進めるみたいな、絶対そうだと思うよ。さあ来い。お前が来るだ。ならばここは左ダッシュして花をかわしていこう。お前は一生そこでパクパクやってればいいのさ。そして僕はこのまま早いトゲソウはダメだって。ツボなんだって僕あいつさだからさ、今後誰か早いトゲソウばっかりのトロールコースを作ってくれたら嬉しいね。じゃあここは一旦右に行って、左に行く。これでいいでしょ。そしてこの下に行けってことか。あの魚踏んでいいのかい。踏んならダメだと僕は見た。だが踏んでみる。あってんじゃない。ほぶねあそこ針があったのか。ブブって言われたけど、一応回避できたっていう感じなのかな。ジャンプせえ。正直ね、一番上まで行ってくれると思ってた。このリフト別にジャンプしなくてもいいかなみたいな。でオンオフがあるけど、ここはアイテムが出てくるんじゃない、どっかに。あ、これだ、絶対これだ。だからオンオフをした瞬間ここに置いておけばいい。絶対僕らいい読みだと思ったんだけどな。誰もがここにアイテムが出てくるって思うんじゃない。じゃあここにキノコが出てきたから、こっから右下に行く。そしてここピンコインあるけど、これどうやって取るんだろうな。一旦左上行ってみる。そしてなんかハテナブロックがあるけど、あ、コインか。じゃあこれ落としていいんかなじゃあ僕はここの場所で、コインコインコイン。あ、1回しか出ないのね。だがしかし、もうゴールが近いと思うんですよ。ここにピンコインがあるってことは、下怪しいな。上に行けばいいのか、それとも下に行けばいいのか、上に行ってみようか。ビュ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 ー。なら下しかない。こっちで合ってるんだろう。そしてこのハテナブロック、え、これどうする。あ、このハテナブロックがアイテムっていう可能性が、あ、ツタなのね。あ、わかったわかった。このツタに登って、この土管に、うわ上気になるな。もうそういうことすんなって。砲台が待ち受けてんのが見えんだよ。もうやだやだちょっとかっこいいけど、クロスして魚が、この上は、あ、皆さんお待たせしました。多分これでゴールが近いんじゃないんでしょうか。戻る。オーケーオーケー。そしてバブルは出てこないね。じゃあここで中間取って、ラストのピンクコインのところまで戻ろうぜ。さあ戻ってきたんだけど、これで本当ちょっと待って、え、これピンクコインさ、集め直しってことはないよな。頼む鍵。さあ戻ってきたよ。すべてのピンクコインを集めてね。これでゴールできるのか。この先でやられたらさ、また全部集め直しなんかな。いや怖え、どうなる。上からは、上からいけない、上からいけないね。じゃあここは左、うん、ちょっとあぶねえ。絶対やられたと思った。あ、なんかさ、ずっとピンスイッチになってない。で、ここどうすればいいんだろう。あー、向こうは多分ね、これ何もしないでいいと思うよ。これスピンで行ってよかったんかな。うわ、どうなんだこれ。右下は何もない。じゃあ左に行くしかないのか。左はドアがあるね。もしかして救済措置。頼む、今救済措置って言ったんだからね。別に噛んだわけじゃないこれ普通にゴールさせてくれるんじゃない。上に行ければ。頼む、これは何。いやもうそんなことすんなって。オッケー、やったいやこれね、本当に楽しかったね。さすがワゴンさんの作るコースでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、私も行きますということで、説明文に23段は無理ですが8段ぐらいなら簡単かも。エンジョイエイリアンさん参照って書いてるんだよね。これ似たようなコースを前にしたことがあって、バネの反動を利用した空中ジャンプを使うコースなんじゃないかな。ただ前にやったのは初代スキンなんだよね。今回ユースキンだということで、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.09%。 ゴール条件があったから、そのゴール条件によって決まるんだよね。いや、やっぱり一回地面から離れたら着地しないでゴールか。絶対そうだ。
だと思ってた。だってそれがなかったらさ、結構簡単に行けちゃうような気がするんだよな。とりあえずダッシュジャンプして行ってみようか。助けて、みんな誰か助けて。やっぱり普通にダッシュジャンプで行けないのかな。とりあえずてっぺんまでは行きたいよね。どうにかしててっぺんまで。あ、いた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 。いや、行ってどうすんだよ。こっからどうやって着地しないでゴールするかなんだけど、あのゴールポールに絶対捕まることができないんだよな。だからこういう生き方じゃないと思う。やっぱさ、バネの反動を利用した空中ジャンプみたいなんがいるんだよ絶対に。だからここでエーレン出してみようか。うわ、なんもなんねえか。まあ僕の大本命はこれだね。クルリン入れた瞬間にバネに押し出される。そしてその瞬間にジャンプすることによって、何もならないですわ。これマジわかんねえな。ダッシュジャンプするでしょ。そして左押しっぱしたまんまクルリン、そしてエーレン出してみようか。うわ、これはダメか。あとやってないのはヒップドロップか。バネに押し出された瞬間にヒップドロップしてジャンプ。バネんところですよ。これね、ヒップのタイミングめっちゃ難しい場合、もう一回やってってみていいかな。ヒップした瞬間エーレンだ。あっあっあっ、見た。攻略を見つけたぞ。絶対これだよ。あとはどのタイミングでヒップしてジャンプするかなんだけど、一旦これで、うわ、むずけ。ちょっと上突っかかるんだよな。常に右ダッシュしたまんまやってみようか。多分ね、もうダッシュしなきゃいけないと思う。ここでやったー。めちゃめちゃギリギリ見た今の。決まったらすっげー気持ちいいね。いや、クリア率が低いからクリアできないかもって思ってたんだけど、タレさえ分かればそんなに難しくないコースだったね。ただこんなに素晴らしいアイデアのコース、どうもありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。